94.3 JWAVE JAM THE WORLD ブレイクスルー。東京電力福島第一原発の事故当時、総理大臣官邸と東電の間でどんなやり取りがあったのか、その舞台裏を描いた映画太陽の蓋のプロデューサー立花民義さんと、そして民進党衆議院議員の菅直人元総理にお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、枝野さんご自身当時の原発に異変が起きた当初から会見では炉心溶融については何度か言及してるんですよね。そうですね。だそういったことも含めて改めて冷静に見ていきたいなと思うんですが、この映画の制作過程では脚本作りに際して事故調査委員会の報告書に当たったり、菅さんご自身のインタビューもされたりとか、相当細かな取材もされてきたそうなんですが、その過程で新しい事実というのは立花さん何か発見に至るようなものはありましたか？すごい発見をしましたね。今まで伝わってたことと、そういう印象がほとんど違うんじゃないかという発見をしました。まあ、それは具体的に言えば、例えばまあ、東電はリアルタイムで福島とつながってたわけなんですね。東電本店と、ね、テレビ会議リアルタイムでね。それなのに全く官邸には何のニュースもない。菅さんが、東電に乗り込んでいくまでそれは全然伝わってなかったと。こんなこともびっくりしましたし、それから、まあ、海水注入の問題ありますよね。海水注入を、まあ、官邸からの命令でストップさせたという話がありますけど、本当は命令を官邸といっても官邸もいろんな人がいたわけなんですよね。だから官邸がといったら必ず政治家がというふうに伝わっちゃうんだけど、そうじゃなかったと、そういう事実も分かりました。また そもそも注入はストップしてないんですよね。それも後で分かりました。そういうことがこう調べていくうちにどうも伝わってくることが来たことが違うなというのをいろいろ感じました。確かに官邸という言葉が非常に便利に使われてしまうという部分はあるでしょうね。これはまさに下村さんもそのような話をされてました。官邸という立場の人が、様々な立場の人が官邸と名乗れる状況にあったと。特にですね、政治家官僚、まあ、これはよくも悪くも政府なんですね。しかし東電の人はこれ官邸に来てるだけで、官邸のメンバーじゃないわけです。ですから今の海水注入もですね、結局誰がその吉田所長に止めろと言ったかというと、官邸に来ていた竹子フェロー、元の副所長です。